皆さんこんにちは、ダニエル太郎です。今度7月1日からの神戸のビートコビットオープン出場させてもらいます。ずっと自粛期間中、トレーニングとか、家でのトレーニングとか、ちょこちょこテニスやったりとかもしてたんですけど、やっぱりこれからも練習がずっと続く中で、1回はちょっと外に出て試合をやりたいなという気持ちで、出場させてもらいました。本当にこういう時期でも、サポートしてくださっている皆さんに感謝をしたいのと、僕も試合をたくさんこなして、なるべくたくさんこなして、できればもちろん勝ちに行きたいので、そこら辺も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。